者がおりました。浦島太郎は漁師で、毎日海に出て魚を取り、双親を養っていました。両親も浦島太郎も心優しい人でしたから、いつも楽しく暮らしていました。波が足元まで打ち寄せる岩の上に立って、浦島太郎は魚釣りです。釣り糸を遠くまで投げて静かに待っていると、やがて強い手応えがあり、大きな鯛が釣れました。今日もたくさんの魚が釣れたので浦島太郎は喜んで家に帰ることにしました。帰り道、松林を通り、村の子供たちが亀をいじめています。そんなことをしてはいけないよ。浦島太郎はそういうふうに亀を助けてあげました。子供たちが帰った後、浦島太郎は亀にこう言い聞かせました。二度と人間に捕まるんじゃないよ。さあ海にお帰り。そして亀をそっと海の中に放してやりました。浦島太郎は家に帰ると、両親に助けた亀の話をしました。両親とも、それは良いことをしたねと言って喜んでくれました。しばらくたったある日のことです。浦島太郎は沖に出て釣りをしていました。するとどこからか、浦島さん、浦島さん、thank you.
船のそばに亀が浮かんでいます。亀が言いました。私はあなたに命を助けていただいた亀です。お礼に竜宮城にお連れいたしましょう。竜宮城は海の底にあるという美しいお城です。浦島太郎は喜んで亀の背中に乗りました。亀はどんどん海の中に入っていきます。たくさんの魚たちが楽しそうに泳ぎながら海の中を行く浦島太郎と亀を見ています。